はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、事件に関連する内容はもう一切ね、お話しすることができません。X デーは警察次第待ったなしのカウントダウンということで、例えばね、この詐欺窃盗の場合は警察に被害届を出します。でこれがね、事件なので、詐欺とか窃盗はね、なので、わざわざこの被害者であるアマゾンがその中抜き君に連絡をするとかね、そういったものもないし、中抜き君が連絡をしても教えてくれることはね、ないです。で、もう何も情報もないまま、ことは進行する。なので、本当、X デーはある日突然やってくる。忘れた頃に。で、Amazon は全部ね、データで証拠が残っているので、引き逃げ犯人を捕まえると違って、もう証拠はバッチリあるので、どこの誰かとかね、なので、そこのところは苦労しないわけなんで、警察庁の方もそれだけの証拠があってね、大手企業が要は被害届を出すということは、ね、当然ながら動く。で、そうするとメディアがね、各警察、報道がもう24時間ずっといるわけで。そうするとアマゾンに対する詐欺ってことになると、当然報道関係が情報をね、どんどん抜いて記事になっていくわけだけどもね。本当で刑事事件の場合って、例えばその被告人がね、裁判でこの刑事事件っていうのは弁護士がないとできないんだよ、裁判が、ね。民事とかはいなくてもね、頑張るし、代理人だからね。刑事事件の場合は弁護士がいなければ始まらない。じゃあこの中抜き君なんだけれども、中抜き君にも弁護士がつくことなんだけど、この時にお金、未然にを払ってね、高いお金を出してね、勝率の高い、例えば行列のできる刑務所弁護士にお願いをすると、ね、軽くなる可能性がある。じゃ そんな施工一時期の話なんで、弁護士代なんか払えないよっていうと、我々の血税から国選弁護人がつきます。で、国選弁護人っていうのは、例えば一個の仕事でね、どんなに長引こうとも、短かろうとも、何をやろうともね、この弁護士がいないと裁判が進行しないから、そこに立っててくださいねっていうね、そういう欠かしの役目なんで、これ1件5万円とかね、3万円とかね、だいたい5万円ぐらいだと思うけど、1件5万円。だから、どっか遠くに行こうが、近くに行こうが、この人助けようと思ってね、結婚やったら何だかでやって、経費をかけても、もう5万円って言えば5万以上もらえないんで、なので、医者にこうやったのか、だから、そっか、ね、じゃあ、やってないとね、じゃあ、一緒に座ってるよ、ね、他には何か言いたいことは、そっか、また、じゃあ、そっとり言いなさい、ね、はい、終わり、ね、これでも5万円、で、一生懸命、よし。じゃあ今からね、調査して、じゃあ私がそこの現場にね、ちょっともう一回探してみようとかね、本当にないなとかね、で何にしてもかけて足を運んでやってね、経費が10万、20万、30万かけても5万円、皆さん逆の立場になってね、ビジネスで弁護士、国選弁護人になったらどうしますか。で、その国選弁護人になる弁護士って、よく言われてる内容なんだけども、弁護士ってちゃんと腕があれば引っ張りだこなんだよね。で、だから例えば同じ弁護士でも、例えば刑務所弁護士なんかは1回の相談もものすごい他のところよりも高いし、ね、
まあ、1個の案件を受けても、もうマックス、ね、まあ、弁護士証があるんでね、報酬はこれぐらいな、大体これぐらいってこう決まってるんだけども、そうだよね。で、そこの高い足はね、まあ、別として、そのお金を 払うのと払わないので全然カバーの仕方が違うんだね。そうすると国選弁護人は、まあ、一応ね、で一応本人悪気なかったですね、却下します、うん、本で悪い。お金を払うと一生懸命お金をもらった分だけ頑張っていろいろね、かばってくれるわけです。でもお金を払わない国選弁護人は、うん、早くあんねえかな、5万、ね、はい、いいありません、終わり。ちゃんとお仕事ができる弁護士は引っ張りだこなんで、一件の案件が高くても仕事がなくならない。でも今ね、弁護士ってすごく多すぎて、で、まあ、よっぽどちゃんとやってないと食っていけない弁護士もいるんだよね。なんかパフォーマンスやって YouTube やるぐらいしかね、生き延びる方法はなくなっちゃうんだけれども、で、まあそういうね、まあその仕事の依頼が来ない、人気のない弁護士っていうのが、弁護士協会だかなんだか分かんないけど、なんかそこのところになんか登録して、国選のお仕事があれば受けますかみたいな感じでね、もう何でも受けますよみたいな感じで、で順番に回ってくるっていう、ね、もうお腹を空かして食べるまでもう来たら来たらみたいな ね、まあ、そこでね、お仕事として、まあ、5万円もらうとしてね、まあ、その5万円を利益にして次のお仕事をね、一件でも多く、また早く順番待ってこないかな、配給と同じだからね、だから早くこれを終わらせて次の仕事をもらって、次の仕事をもらってってね、数をこなさないと生活ができないね。一件のどうでもいい内容に、ね、お金にならないのに時間取られない、ね、なので、かばってくれない、ね、だから国選弁護人を使うイコールもう全面敗訴確定みたいなね、仕事同じです。で、まあ、中抜き君の場合も勝てる見込みが 0% だと、じゃあ別にお金を払ったって無罪になるわけじゃないんだから、じゃあ国選でいいじゃん。いや、そこが例えば3年の休憩に対して、じゃあお金を払ったね、私選弁護人だったら、そこをね、裁判官とかね、いろんなところをしゃべりながらね、まあ、ここでここはないでしょ、で、しゃべったここで、ここで、ここで、確かなことで、私、任せて、もう本人も自分を外してって言いながらね、3年の休憩はどうかと思うんで、せめて2年ぐらいの休憩で、まあ、判決、市販ぐらいが妥当ではないでしょうか、みたいな、こういう余地でいただければとかね、こういうのがこう、三者でね、あるわけなんだけどもね。で、そこのところで話がまとまりやすい。だから国選弁護でやったら、そのまんまね、休憩3年、ね、で判決しましたんだけども、自然弁護人だったらね、その、ね、いや、1年半を休憩する。ね。そこでね、大きな差が出てくるんだね。だからそこの1年半の人生に対して、その弁護士代を割ると1ヶ月いくらぐらいあたりで元取れるか元取れないか、自分の人生の価値観をそこで決めるんだよ。だから僕の1ヶ月は1日80円としてって考える人はそれなりの価値しかないから、あ、つけてもつけなくても同じかと思うし、いや、私が1日仕事休んだらもうね、300万円ずつ利益がお会社が回らないね、本当っていう人だったらね、お金を払ってでもね、ちょっとでも短くなるって頑張るでしょう、ね。まあ、中古のアートワークスでして声中抜きやってるようじゃね、まあ、私選弁護人は雇わないだろうし、雇ったところでじゃあそんだけの人また中抜きするようなくだらないせこい人生しかないだろうしね、うん。まあ、そうすると3年と1年の差がね、国選弁護人と私選弁護人ではね、大きく差が出てくるわけです、これがね。
それで、まあ、例えばね、あの国選弁護人だったら、まあ、3年求刑された、ね、で、実刑で2年半、ね、処分、ね、中抜き君、ね、中抜き被告中期2年間を命じる理由、ね、もう執行猶予しかない。だ自然弁護人だと休憩1年半に対して、ね、判決を言い渡す、ね、被告中抜き懲役1年に処する。ただしこれを3年執行猶予する、ね、ということで、1年の、ね、判決に対して執行猶予3年がつく、ね、多分そのまでも自由と、ね、いうことになるわけです。ここの差が出てくる、ね、そうすると非常にせこい中抜きをしていた本人が、まあ、それだけの弁護士を雇えるかというと雇えないだろうし、じゃあ例えば親だよね、うん、親がじゃあ私選弁護人を雇ってでもちょっとでも罪が軽くなるように、要はカバーしてくれるかな、助けてくれるかな。だいたいこういう内容だともう呆れて物も言えなくなると思うから、もうやったことはもう償ってこいっつってね、だいたいそこは冷たく引き離すのが親の愛だと思うんだよね。なのでね、まあ本当ね、中抜き君は本当せっこいことをしすぎたので、まあ、あまりにも呆れられてしまうよね。多分取り調べの最中も周りからそのふくってこうね、あの父兄さんからもこういう感じで、ね、もうバレないようにあの後でこうくってこうね、ああせっこいせっこい、事件でって。担当者かわいそうみたいな、そんな定数にならないのにってね、少々書かされるみたいなね、また我々ね、私のようなキャリア組だったらそんなクズの事件回ってこないのに大変ねーみたいなねあのキャリア組から笑われるっていうねまあそんな感じでね、もう何をしてももう終わりだよね、うん、X デーはね、もう待ったなしのカウントダウンが始まっているのではないかなとおじいは思います、ね、まあその実被害、ね、がある限りは、ね、まあこれをかわいそうと見るか当然と見るか、ね、まあ何度もチャンスがあった中でね、まあ、謝らなかったから人生が大きく変わるっていうね、まあ本当いろんなことがあるよね。でもこういうことがあっていろんな視聴者さんは、ああこういうバカなことをするもんじゃないなって思うわけでしょ。うっかりの間も刺さないね、そうなるわけなんだよ。でこれが語り継がれるんだよね、子供とか会社の同僚とかね、これからの、ね、友達の友達とか、ね、いや知ってるアマゾンでせこい中抜き君がいてさ、ね、やだそんなんで詐欺窃盗一人前のあれになっちゃう、うわでも同じ人か一般だな、いやーねーみたいなね、ほんと書きそば一杯の無銭飲食で前回一発食らうとそれよりも恥ずかしいってね。まあ、そのかけそば一杯の無銭飲食は本当にもう切羽詰まって命がかかってもう本当情けないけれども お腹が空いてやむを得ずお菓子しまったっていう、まあ多少の同情の余地があるっていうかね、そういうふうにして見られるよね。でもまあ、中抜き君の場合はそういう同情の目で見られるのかな、
どうなのかなって、ね、そういうのがあるよ ね、うん、ね。もう列車は走り出してしまった、ね、あと今考えるべき内容はもう逃げられないんで、そのアルトワークス売ったところで5万円で四川弁護士雇えないと思うんで、どうすんのかね、本当ね、まあそんなわけでね、まあ、おじいちゃんもそっちの方はね、もう一部お任せしない、アマゾンのお話なんだよね、まあ、アマゾンがどう動いて警察がどう動くかっていう、まあおじい全くノータッチなんでね、そっちとか知らないんでね、でおじいの方は別件でアマゾンで打たないの方なんでね名誉毀損で打たないの方なんで、ね、まあちゃんと毎日首を洗って待ってるんで、ね、まあそんな感じなんでね、まあでもこういう恥ずかしい見せしめになって、他こんな恥ずかしいのは嫌だな、僕はこんな恥ずかしい目に遭いたくないな、アマゾンの中向き、ね、やらないようにしよう、みんな心に誓うわけだし、ね、お子さんやお孫さんにも言うでしょ、こういう件があるぞ、このテレビの事件な、恥ずかしいだろう、こんな中向き組んでこんなので晒し物になって、うん恥ずかしい、僕もやだ、そうだろう、こんな大人にならないようにしなきゃダメだよ、分かったって、まあ、役に立つかもしれない、報道関係が頑張ってくれれば、ね、まあ、どれぐらいね、警察署にね、いる、そこのデスクの人たちが、ね、あれ、アマゾンって感じでね、アマゾンの詐欺、窃盗、ああ、借金入りました。すぐ食いつくからね、こういうネタはね。はい、そんなわけでね、まあおじいのところにね、なんか取材が来れば、もう全面協力いたします。またね、まあ、各メディアね、テレビ局、新聞社ね、まあ、何でも BS であろうが、CS であろうがね、スカパーであろうが、有線テレビであろうが、何でもウェルカムでございます。全面的に協力させていただきます。おじいが知ってる限りのことをね、取材の協力をさせていただきます。はい、そんなわけでね、X デーは警察次第待ったなしのカウントダウンのお話でございました、ね、終わりでございます。一時的にカウン終わり。